エドモンド・トゥーラスン・エドモン・トゥーラーヌ、別名、ルイルネ・エティエンヌ・トゥーラーヌは、フランスの植物学者、金類学者である。アゼイコール・ルイコール・リトーで生まれた。父親は、事務員で、法律を学び、弁護士の事務員になった。自然科学に強い興味を持ち、チャールズ・ジーン・ルイス・ギラスターから、特に植物学を学んだ。父親の没後、パリで医学を学ぶ、弟のシャルルと合流し、 医学を学び、植物学者、アドルフ・ブロニャール、アドリアンド・ジュ州、レベエラに指示することになった。オーギュスタン・サン・ティレールと働いた後、ギルマンの後を継いで国立自然史博物館の職を得た。1854年に科学アカデミーのメンバーとなった。アキラ花植物の分類について論文を発表し、弟のシャルルと共に金類の生活史について論文を発表し、 サビ菌やクロホ病菌など、寄生菌の研究で貢献した。菌類の分類のトゥーラスナイニア、トゥーラスネラなどの俗名、種名がトゥラーヌに懸命されている。トゥールは、植物の学名で命名者を示す場合に、エドモン・トゥラーヌを示すのに使われる。ありがとうございます。